折り返しや車庫への入港をするための引き上げ線来た内駅にあったスイッチバック。列車は手前の引き上げ線と正面奥の駅の線路に停車していた。左奥と右手前の線路が本線である。引き上げ線とは停車場において列車や車両の方向転換や入れ替えを行うために一時的に本線から列車を引き上げるための側線のことを言う。 引き上げ線が作られる理由として、などが挙げられる。電車区間、特に私鉄では、ダイヤ作成の際に折り返し列車を設定する場合、ほとんどの場合は、引き上げ線で折り返すようにしている。JR でも、鶴見駅、天ヶ崎駅、神戸駅、常陽駅のように、引き上げ線で折り返す列車が設定されている駅がある。また、高槻駅、薬人駅のように、 車両基地への連絡線を引き上げ線として使う場合もある。前原駅における東海道本線列車のように車両基地自体を引き上げ線として使用する例もある。鳥出駅などプラットフォームでの折り返しが可能な駅でも回送列車の留置用に引き上げ線を備えている駅もある。設置される本数はほとんどが1線だが規模の大きい駅では2000以上設置される場合もあり。 駅の両端に引き上げ線を設置する駅もある。郊外では、そもそも比較的規模のある拠点駅が発着駅となっていることが多いため途中駅には設置していない駅が多く、必要な場合には、隣接駅の貨物列車の対比線を代用することがある。ただし、編成中間に非貫通構造の車両が入ると、エンド街の際に乗務員などが通り抜けられないなどの、 問題点もある。特殊なものとしては、京急川崎駅の品川方にあった引き上げ線を品川方面からの下り列車が直接入れるようにし、対避線の機能を持たせたものがある。これは品川方面からの開徳の後ろに羽田空港からの列車を後部に連結する際、ダイヤ上、羽田空港始発が前に来てしまうため、この引き上げ線で 品川方面からの車両を先に通す必要があったからである。なお、2012年にその運用が廃止された後も品川駅、京急蒲田駅の折り返し列車は、京急蒲田駅に折り返し設備が存在しないため、下り線引上げ線京急川崎駅6番線、上り線の順で折り返しを行っている。設置方法としては、伏線の場合、 上下線の間に中線を設置するパターンが大半を、占めるが、単線区間の駅にあるように本線の横に設置されるパターンもある。ただこの方法の場合は出庫または入港の際に線路を列車が横断する関係上、対向の本線までも塞いでしまうため、ダイヤ状のネックになることがある。大掛かりな例としては、青戸駅のように立体構造となっているものもある。設置場所については、 列車が到着した方向のままで、そのまま引き上げることのできる配置が良いとされている。到着した時の向きのまま入ることができる配線なら、列車の向きを変える作業が1回で済むのに対し、逆向きだと3回のエンド交換をしなければならず、それだけ手間と時間がかかるためである。ただし、これは必須条件というわけではなく、京成津田沼駅や藤寺駅において、 逆向きの引き上げ線を使用した3回のエンド交換を要する折り返しが日常的に行われているという例もある。また、最低限の条件としてすべての引き上げ線が上り線、下り線どちらからも出入り可能であることが求められる。ありがとうございます。